名前泣きそうになっちゃう。今日はありがとう。これからも。少量チャンネルのりょうでーす。はい、今どこに来ているかというと、僕たちがですねパートナーシップ先生をして丸2周年ということで、今回は翔太と僕で都内のホテルに予約をして来ているんですけれども、今翔太とは別行動をしてて、僕はある準備のために先にホテルに来てこの動画を撮っています。で、翔ちゃんはですね泊まりに行くっていうのは知ってるんですけれども、どこに泊まるっていうとかは知らなくて、まあ内緒にしてるんですけれども、後で翔ちゃんをびっくりさせたいと思います。では今日一日楽しんでいきたいと思います。終了。お祝いしてくれました。ありがとうございます。はい、というわけで翔太を連れてきました。まだ見れてないの。いやーちょっとねいいよ。本当？うん、じゃあいい？うん、怖い怖い。じゃあ目開けて。わあすごい。すごい。すごいじゃん。あ、出てる。レインボーブリッジ見える。うん、綺麗だね。綺麗だよね。見えるかな、フジテレビ。見えないかな。あ、若干映ってる。めっちゃいいよ。うん、ありがとう。これもすごいね。セカンドアニバーサリーって書いてる。そう、嬉しいな。用意してもらいました。あ、嬉しい、ありがとう。あとシャンパン、うん、これ乾杯しようか。うん、ひょにょ、乾杯。あ、美味しい。うん、うん、うまいね。消して、お酒。うん、じゃあまず、うん、これ外そうかな、うん、外させていただきます。ありがとうございます。嬉しいなぁ。 あ、柔らかめでございますか、ね、いいじゃん、好き好きそういうの。ありがとう。いいの、うん、ありがとう。あ、ごめんね、落とし。食べてみよう。いただきます。いただきまーす。すごいね、おしゃんだね。うん、美味しい。美味しい。うん、なんかね、あれなの、うん、なんかちょっとラム酒っぽいのが、うん、柑橘系の、うん、オレンジっぽい味するね。ね、美味しい、うん、すごく美味しい。なんか甘さ控えめ、うん、そうだね。うわ、めっちゃ美味しいこれ。上ムースだな。うん、うーん、あー、よかったな。うん、うん、うん、晴れてよかったね。ほんとにちょっと心配したよね。いや、でもすごくない？なんか後ろもね、すごい綺麗に入ってるよね、映ってるよね。いいね、こういう家に住みたいな、うん、いやー、いいね。うん、ちょっと夢だよね。で、今回ね、ホテル選びをするときに、うん、隅田川の方の部屋か、うん、この海側の部屋かっていう選択肢があって、うんうん、東京タワーを見ながらっていうのもいいなと思ったんだけど、うんうん、こう海を見ながらそうだね、いいなと思ってこっち側にしてみた。ありがとう。いやー、美味しい、本当にこのケーキ。でもさ、ちょっと憧れるじゃん、そのホテルの部屋でさ、うん、そうだね、こういう、うん。結構さ、うん、お腹いっぱい食べてきたけどさ、うん、食べれるね。全然食べれる。うん、うん、うん、優雅。半分ぐらいでいい。3年目。3年目どうしようね、今年。今年はどうしていこうかね。そうね、なんかやりたいこととかある？やりたいことはいっぱいあるし、うん、いっぱいあるよ。それは YouTube のこともそうだし、うん、なんか2人でやっていきたいこともたくさんあるし、うん、うん、あるよ。でも来年はさ、またどこかしらに旅行とかね、うん、そうだね、もう行きたいよね、うん、国内もそうだし、うん、海外もそうだし。でもそう考えるとさ、なんかすごい夢があるよね、うん、
一緒にさ、なんかまだまだこれから行けるところたくさんあるじゃん。うん、全然あるよ。うん、うん、楽しみ。もちろん毎年1回くらいね。だね。うん、もしかしたらね、 YouTube でさ、いろんなところ行けるようになってるかもしれないそうだね。うん、だしやっぱり毎年毎年どんどん見てくれてる人たちがどんどんまあ増えていって、うん、言ってくれてるから、来年とかはもっと見てもらえる、応援してくれる人がもっと増えると思うし、うんうん、でも本当嬉しいよね。今回もさ、2周年っていうことでさ、うん、いろいろメッセージもらったりとかさ、ね、プレゼント送ってもらったりとかしてさ、うん、すごい絵じゃん。いや本当にね、うん、なんかもうわかんない。うちらの動画でさ、こういう絵を撮ることが本当だよね、あるっていうのが本当だよね。もうわかんないわよ、ちょっとでもやっぱ毎年こういう風に、うん、ちょっとさ、いいところで泊まれ、うん、寝たらいいよね。そうだね、うんうん、でもなかなかさ、こういう機会もないじゃん。都内のさ、ホテルに泊まるっていう機会もないから、まあ、いい機会じゃあいい機会だ。いや、全然、なんか都内のホテル、うん、全然いいとこいっぱいあるしね。うん、うん、終了。いや、あの、うん、実はちょっとさ、何、手紙をね用意してて、それをね、そうなの、読んでいこうかなと思います。恥ずかしいんだけど、はいこうやって手紙を書くのは初めてだね。何から書けばいいかわからないけど、りょうと会った時のことを話そうと思います。確かりょうと初めて会った時は22歳の時だったと思う。俺は多分その時は一生懸命仕事している時で、正直最初はりょうに対して興味はなかったと思うそれまで僕はその10代の時に学校辞めたりとか、それから一人暮らしを始めたりして、うん、まあ、強い気持ちで生きていかなきゃいけなかったから、うん、正直もう人にはほとんど興味なかったと思うの、うん、それこそ10代の時とかは、まあ、付き合ってた人にその浮気とかされたりしたから今仕事誰もいらないと思ってた、うん、でも何度も優しくされたり、人を信じてもいいと思わせてくれたのは亮だった。やばい、泣きそうになっちゃう尖って強気で言った俺を優しくしてくれたのは亮だった。こんな俺を好きになってくれたのは亮だった。だからずっとずっと一緒にいてね。今日はありがとう。これからも。ありがとう。めっちゃ泣いて。ありがとうね、うん、ずっと一緒にいようね。うん、まさか、あ、泣かされたわ。まさか手紙準備してると思ってなかった。ありがとう。ありがとう。大事にしよう。いや、なかなかないよね、こんな幸せなこと。うん、まあ、僕の中の人生の中で、うん、早い段階で寮に出会えたのは結構自分の中で大きかったですし、うん、多分それまでの人生が180度変わったと思う。へえー、寮に出会えてよかったと思って。ありがとう。うん、ありがとう。乾杯。乾杯。ああ、
しんみりしちゃったね。そうだね。いやー、ほんと、すごい綺麗、夜景が、うん、そうだね。うん、また明日もね、うん、一日休みだから、うん、楽しもう。うん、よかった。うん、ありがとう。うん、うん、じゃあ、よろしく。あの、素敵な素敵な結婚記念日になれたと思います。はい、うん、よかった。ありがとうございます。いや、ほんとこちらこそ、これからもよろしくお願いします。また泣きそうになっちゃう。